私は厚田君と共にナホビの隣、この日本を、東京を守ろうとしていた。それが天つかみの願いにも通じると信じていたのだ。だがアブディエルとダザイによって共に東京を守ると誓ってくれた厚田君は命を落としてしまった。我が知恵を持つ相棒を失った私はもはや王座に座る資格を失った。これからの私は青髪に代わり君に従うことを誓う。ようやく見つけましたよ。おや、少し雰囲気が変わったようですが、私のことは覚えていますか？なら上々です。ですがあなたの働きは褒められたものではありません。カディシュトゥを倒せず、彼女たちは儀式を行い混沌の邪竜を復活させました。あれは神の秩序を脅かす悪しき存在、今の世に放ってはならぬものです。カディシュトゥを倒せなかったあなたは責任を取って彼の邪竜を止めてもらいたい。カディシュトゥなのか別のものなのか分かりませんが、ティアマトを操る者がいます。都庁前に降臨したティアマトは死聖女シャカンの結界を壊したようです。死聖女シャカンとはベテルの聖地、シャカイナグローリーの力の源ともいえる場所です。立ち入りを禁じられたそこにティアマトを操る者が侵入したと連絡がありました。死聖女シャカンへ向かってください。侵入者を見つければティアマトも発見できるでしょう。ただしあの地はベテルの聖地です。魔王を倒し息が上がるアブディエルが侵入者を退治しようとあの地に向かいました。彼女からしたらあなたも侵入者と見られます。十分に気をつけて進みなさい。さあ行こう。ここが死聖女社館、何か特殊な気配がある。注意して進むといい。なんと、おや、
くれる？
と。
長ね。我らも行こう。
なんと。少年、いいか。